今日は2022年、3月27日です。よいしょ。今日は空泊ビレッジとか、波止岬キャンプ場とかをやられている、ビレッジインクさんの新しい拠点というか、拠点である磯の沢っていう酒蔵さんが、蔵開きをやるので、そちらに行ってきます。夕方からはですね、小泉今日子さんの、40周年記念ライブということで、そちらにも行ってきます。忙しい一日になりそうです。あと7分よ。いい天気やね。うん、トイレ行きたい。お父さん。
下のアングルから撮ると可愛いよ。うん、腕の限界。なんか新しいキャラだと思われちゃう。デザインとして。だってこういう活動もしないようにする。そうっすよ。気まぐれで始めたかもしれない。31年ぶり。
ね、自分で吸い上げてるとよ。うーん、お水忙しくなったら、うんと、腸活しよっと。家に帰ってきてご飯食べました。今日は非常に楽しい一日でした。お腹いっぱいです。眠たいのでもう寝ようと思います。美味しかったです、ご飯。